というわけで今日は新しいマネーフォワードクラウド教養の新機能、あ、新しい新機能って何やねん。おすすめもんクラウド道場。皆さんこんにちは、テコデザインの梅もんです。可愛いでしょこのジャケット。そしたらこの間ね、岩やんと二人でミーティングした時にね、梅もん今日何特攻服着てるのって言われたよ。うん新機能についてレビューしてみたいと思います。ついでに同じようなものがフリーにもあるので、そちらも見てみたいと思います。それでは行ってみましょう。前列比較の機能がリリースされました。どうやってやるんだっけ。まず教養計算のところに行きます。前月の確定した後から今月のマスターはどう変わっているんですかっていうのが分かりやすくなったそうです。ここにボタンがあります。してみます。こちら再計算をして、この比較自体も最新の状態にしないといけないので、この作業をします。そうしますと、前回確定後に変更されたものはこのようになっております。こういうふうに表で見えるんですね。残業手当とかは変動する項目なので、それはまあいくらでも変わるでしょう。危険手当、7月20日の支給の時には2500円の危険手当がついていたのに、今月これからつけるんですか、それともゼロでいいんですか、みたいな感じでこういうふうに比較ができるんですね。これで、あ、やべやべ、今月は5000円付与するんだったとか、なんか私のようなうっかり屋さんにはぴったりです。この人は入社したての人ですよね、要チェックですね、みたいな感じで上げてくれるのもいいですね。同じように退職者もいます。で、この比較できる内容について、こんなものが比較できるよってことなんですけども、たくさんあります。あの締め日グループが変わったりした、それも重大変更なんでよくわかるようになってますし、時短になりました、1日の所定労働時間この人だけ違うようになりましたとか、そういうこともわかるんですね。あとはこれ大事ですね、扶養親族の数、これによって所得税の結果が変わってきますんで、こういう給与計算に直結するような従業員情報の変更というのも非常に分かりやすく新規を比較することができます。昨日の夜かな、背景梅門様っていうツイートが来て、え、なんじゃなんじゃと思ってみたら、給与控除一覧表をダウンロードした時に勝手につくファイル名が、これまでマネフォワードクラウド給与ってあんまりいけてなかったんですけど、正直それをねちゃんと整備してくれたんです。この通り嬉しいね。これすごい地味なんですけど、めっちゃ助かるんですよね。以前ですね、我らが師範のお導き動画ですごくレベルの高い回が一回ありました、黒帯編というやつなんですけれども、1年を通した給与計算担当としてのチェックで目を光らせるべき項目、こんな風に実際やりますというところで、こうざーっと賃金台帳を並べて、ん、これちょっと額が変わってるな、お、固定的賃金に変更があったな、欠点あるかもしれんでとか、まあ、その動画にもあったように、その同じ人の月ごとの推移を確認していく、随時確認していくっていうのは実務担当者において非常に大事な視点です。ですからこの前月比較っていう機能もそれを助ける上で非常に大事な機能になってきます。ですのでマネーフォワードクラウド給与をお使いの皆さん、これから使う皆さん、この機能はぜひぜひ慣れて使い倒して活用してください。はい、そんなことを言ってる間に再比較が終わりました。ちょっとさらにね、マスターに変更を加えてどうなるかなと。え、なんか大幅に所得税変わってない？なんかちょっとこれは利用はね。ということで、この従業員情報の更新をしてみますね。そうすると、新規を比較されて、あ、配偶者が入ってるとわかるわけです。したがって、所得税も差額が出ておりますよ。一応確認してくださいね、と。わかるわけですね。で、もちろん確認したので、今ここに確認のチェックをつけました。こんな感じで活用していくんですよ。扶養人数とかやっぱ大事ですから、しっかり反映されている、漏れがないか抜けがないか見てください。実はですね、フリーにも前月比更新レポートというのがあるんです。これをですね確認してみましょう。ポチ。そうしますとちゃんとこのようになってますね。住民税の月額がなんかいきなり変わってますが、この人大丈夫ですかとかですね、結構細かくいろいろあるんです。扶養親族の数が0から1人になってますけど大丈夫ですか。この時計マークにカーソルを合わせると、更新した人と更新時間まで分かっちゃうんですね。これはなかなかすごいなと思いました。ということで、こちら、梅門っていう名前のリンクを押してみますと、まずはその月の明細に飛ぶんですけれども、さらに明細の中からこの従業員情報をやりますと、ただマネフォと違うのは画面ごと変わっちゃうことですね。マネフォはポップアップで現れるんですけど、はい、扶養親族見てみましょう。この梅太郎という人がこの8月払いのマストにいきなり登場したということで、夫、配偶者を扶養に入れたので、0人から1人に変わったということが先ほどのレポートで分かりました。というわけで、このように人事労務フリーにも似たような機能がありまして、とにかく実務の担当者を楽にする機能が満載でございますので、暑い夏、労務担当者の皆さんはちゃんと夏休み取れているでしょうか。できるだけ属人化を解消して
ぜひぜひ休みやすい職場にどんどんしていっていただければなと思います。それでは今回はマネーフォワードさんからの熱いリリースを受けてこの動画を作らせていただきました。ありがとうございます。開発の皆さんお疲れ様です。というわけでテコデザインの梅門でした。